マティアス・ベシーノ・ファレーロは、ウルグアイ・カネローネス出身のウルグアイ代表のサッカー選手。インテルナツヨナー・レミラの所属。ポジションはミッドフィールダー。ウルグアイ出身であるが両親が、イタリア・モリーゼ州トレ・ラデル・サンニオの出身であるため、本人もイタリアのパスポートを持っている。ウルグアイ時代2009年18歳の頃から、ウルグアイ首都のクラブである。 セントラルエスパニオールの下部組織に所属。2010年より同クラブトップチームに所属し、プロとしてのキャリアをスタートさせた。このシーズンは、デビューシーズンながら32試合に出場しに得点を上げ、この活躍から 2011FIFAU-20 ワールドカップのウルグアイ代表に選出されている。2011年に、 ウルグアイで最も強豪クラブとされるナショナルモンテピデオに移籍。2シーズンで18試合出場、4得点を挙げた。フィオレンティーナ2013年1月24日に、フィオレンティーナに250万ユーロの移籍金で移籍、4年契約を結んだ。しかし外国人枠の問題でベシーノが正式に、フィオレンティーナに登録され公式発表されたのは、同年8月20日となった。 2013年9月26日に、対インテル戦で後半78分に、アルベルト・アクイラーニとの交代で出場、フィオレンティーナにおける公式戦及びセリエ A デビューを果たした。2014年1月29日にカディアリカルチョに半年間の期限付き移籍することが、クラブ公式サイト上で発表された。同年8月13日には、セリエ A に昇格した。 エンポリ FC に期限付き移籍することが決定した。エンポリではマウリツヨサンリ監督の下でレギュラーとして活躍しリーグ戦31試合に出場し2得点を挙げた。このシーズンのエンポリのサッカーはサンリ監督の手腕とともに大きく評価された。2015から16シーズンはフィオレンティーナに復帰。当初はクラブが 資金の捻出のために他クラブからのオファーを受け移籍するものと報道されていたが、新監督であるパウロ・ソーザが残留を希望し、フィオレンティーナに残ることになった。このオファーは、エンポリ時代の恩師であるサッリーが新監督を務める。ナポリが移籍金1400万ユーロのオファーを検討していたとされる。一籍期間終了後に、本人はクラブが自分を重要視してくれ。 ナポリからの高額オファーを断ったことを嬉しく思うと発言した。インテルナツヨナーレミラノ2017年8月2日、インテルナツヨナーレミラノと2021年までの4年契約を結ぶことが発表された。アウェイで行われた2017から2018シーズン最終節のラツヨ戦で後半81分に CK からヘディングシュートを決め、 インテルにとって7シーズンぶりの CL 出場権獲得に貢献した。2018から2019シーズン CL 第1節、トッテナムホットスパー FC 戦では後半、終了間際に CK からヘディングシュートを決め、劇的な逆転勝利に貢献した。2019から2020シーズン第23節のミラノダービーでは、同点弾を決め、チームの逆転勝利に貢献した。 2010年に2011フィーハユーマイナス20ワールドカップの南米予選のウルグアイ代表に招集される。予選2位で勝ち抜け本大会にも出場した。2015から16シーズンのフィオレンティーナでの活躍によって二重国籍を保有するイタリアのフィグックからイタリア代表の招集に応じるか問われたが本人が育ったウルグアイ代表からの招集を待つと答えた。 2016年3月4日に、ウルグアイ代表監督のオスカルタバレスによって、ワールドカップ南米予選のブラジル戦、ペルー戦に向けたフル代表メンバーに招集され、3月25日のブラジル戦で代表デビュー。同年5月27日のトリニダード・ドバゴとの親善試合で代表初得点を挙げた。左右のインサイドハーフやトレクアルティスタとして、 プレーができる強力な攻撃スキルを持ったプレイヤーである。また、身長の高さを生かしたハイボールの競り合いやミドルシュートにも秀でている。子供の頃はジネディーヌ時代やフアンセバスティアン・ベロンに憧れていたと話す。2015年にフィオレンティーナへ復帰した後はパウロソーザ監督によりレギュラーとして起用され続け、主にセントラルミッドフィールダーのポジションでプレーしている。 ありがとうございます。